膝が？骨折してない。腫れてるのと。腫れてる。腫れてるとか、右と比べると膨らんでるのと、うん、この辺の感覚っていうのがすごく鈍い、触った感じ。鈍い。はい。これ傷ですか？そうですね。はい、その傷があります。これ切ったのはここ？手術とかはしてない。してない。はい。多分、まあ、ぶつかった時に、自転車で引かれたので。引かれた。右からぶつかったんですけど、おそらくぶつかった時に自転車と当たって折れたのかな。ないとないですか？車と、車と自転車です。自転車で、はい、車が右側から私から来て、はい。で、飛ばされて、こことあと鎖骨を折りました。飛ばされたっていうのはどういう状況ですか？自転車ごと、自転車が離れて。自転車ごとおそらく落ちてます。うん。はい。自転車に乗ったまんまこう倒れた感じ。はい。こっち側には壁とか何もないですね。ないです。田んぼに落ちました。田んぼに落ちた。はい。ちょっともう飛ばされた後はあんまり記憶がない。ない感じ。気づいたら自分にいたって感じです。で、そこで救急車に運ばれたとかそういうんじゃない？あ、そのまま、はい、救急車で運ばれて。運ばれて。1ヶ月ぐらい入院して。1ヶ月入院した。はい。で、ここに関しては、はい。手術はしてない。してないです。ギブス、ずっとこう、つってる感じで。なるほど。はい。どのくらいつってました？20日間ぐらい。20日間くらいつってた。その傷病っていうか、としては骨折ではなくて。あ、骨折。骨折で。はい、言われました。どこの骨折ですか？お姉ちゃん、多分、頸骨。はい。うん。なるほど。他の怪我は？あと、鎖骨。鎖骨、はい、左の鎖骨が折れました。はい、折れました。それだっけ、あとまあ、擦り傷ぐらいだった。擦り傷はどこですか？擦り傷はこっち側、前面が。前面、はい、擦り傷でした、はい。なるほど。じゃあ、そこのプロセス分解していったときに、それいつでしたっけ？中学2年生。今から何年前ですか？15年前。15年前。15年前に、まあ、ここのプロセスの中に15年っていう期間が過ぎてるので、もしね、ここの事故から逆算していくと、ここで事故がありました。で、それに対して、その事故があった状態で生活してて、で、重力的負荷がかかってるので、またここに対して負荷がかかり続けるっていう風な、ね、サイクルが発生するわけだから、ここも読み取っていかないと、ここの結果っていうのは直せないですね。だからそれが15年間続いているのと、15年前に起こってた問題が何かしらあるかもしれないですね。だからよくね、足を捻挫する人とかいるじゃないですか。ね、足捻挫する人って、足を捻挫する要素を持ってるから足捻挫するんですよ。よくね、みんなこう、危ねっていう時ありますよね。で、危ねっていう時と、捻挫する時の違いって何なんですか？大抵が自分の体の状況なんですよ。体が柔軟性があって、疲れとか体の負荷がなくてね。柔軟性がない時は危ねっつって耐えられるんですよね。でも体が疲れてたりとか、体がもう硬直している状態でやると、ギッていくんですよね。この15年っていうのを起点にして、ね、15年前に起こってるってことは、15年前に起こってることの、さらに前の段階で何かしら問題がないのか。で、それとあと、こっから先に15年間で何が起こったかっていうところを、取っていかなくちゃいけないんですね。で、近々の問題としては、ここの生活の問題が一番自律神経系の問題として出てきますから、ここに対するアプローチをまずやっていくっていうのが、ベースですね。読み取っていくために。